はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は心理学の中でも意志力という話をしていきます。あんまりね、聞き慣れない言葉かと思いますが、意志力って何っていうことから話をしていくと、まあ簡単に言うとモチベーションのことですね。はい。で、何かをやるぞっていう気持ちが湧くかどうかなんですよね、この意志力っていうのは。まあ勉強するにしろ、仕事するにしろ、運動するにしろ、まあいつでもその気にやれば、その気になればやるぞって行動できる人って、まあ、かなり稀じゃないですかね。やっぱりその日の気分によって今日はいっかなんてこうついついサボりたくなるのが人間だと思うんですよ。で、このモチベーションに関して限界ってあるの？っていう論争が繰り広げられたんですよね。で、意志力については、まあ、大昔から限界があるねんないねんっていう話で、まあ、結構バトルが起こってるんですよ。で、意志力っていうのはもともとその最初に出てきた説としては本人のやる気の問題なんだから無限にモチベーションって湧き出てくるもんやろっていう話が起源になってるんですね。ところが意志力は有限ですよっていうやる気はすり減っていくものだっていう説もその後に誕生したんですよ。ね、根性論や精神論やだけではモチベーションの維持とかそれからまあコントロールっていうのはまあできませんよっていうことなんですね。だから限られた意志力を大切に使うのがいいよっていうのがその後の風潮になってきたんですよね。じゃあ結局意志力って限りがあるもんなんかないものなのかっていう話に戻っていくと結局これ決着がつかなかったんですよ。まあ今のところ最新の研究では無限に引き出せるっていう話らしいんですけどね。じゃあそもそもそのモチベーションってなんで上がったり下がったりするのっていう話なんですよね。まあ意志力無限説に関しては無限の限か違いますね、限界の限ですね、には異議を唱えたい人もいるはずなんですよ。まあ僕もその一人で、皆さん自身の一日を見ても、まあ、そう感じる人って多いと思うんですよ。朝って、まあ、結構モチベーションがめちゃめちゃ高い、かっこ月曜日は除く、はい、ね、今日も一日頑張るぞって。でも昼を過ぎたらなんかやる気出えへんなと、お腹いっぱいやし眠いし早終わらんから仕事とか学校って、夜になってくると今日も一日頑張った、お疲れ俺私もうみたいなね、またモチベーションアップって、でこの一日の流れの中でも朝は高くて昼は低くて夜は高いみたいなね、波を感じる瞬間ってあると思うんですよ。じゃあモチベーションの浮き沈みについて研究してみようということでやったところがありまして、これに関しては参加者に少し手のかかる作業っていうのを行ってもらったんですね。頭を使ったりとかしなくちゃいけないと。でその際に脳の MRI を取りながらやってもらったんですよ。で検査は3回行いました。いつやったかっていうと朝の10時とお昼の2時と夜の7時ということで、じゃあそれぞれの時間帯でやった結果どんな違いがあったのっていうことを調べていくと、まあ、全員ですね午後2時の脳の活動っていうのが著しく低かったっていう結果が出たんですよ。まあ、お昼ご飯を食べた後ですよね。脳は活動を行うことで得られる報酬に期待をしているんですよね。これどういう意味っていうと、報酬っていうのは何かいいものを手に入れられるかなとか、何かいいことが起こるかなっていう希望のことなんですよね。これは美味しいもの食べたいとか、なんか自分が欲しいご褒美とか、それから現金とかでも何でも OK なんですよ。で、この報酬っていうのがモチベーションの浮き沈みに大きく関わってますっていう話なんですね。で、以上の違いっていうのを時間帯で見ていくとどういうことかっていうと、朝、午前中ですね、一日の始まりなので、いろんなことに対して期待をしてるんですよ。活動量が多すぎて、報酬への期待は下がるんですね。何かっていうと、あまりに活動しすぎるので、まあ、このままじゃ何もできないまま終わるかもと、ね、仕事であの人にメールして、あの人に電話して、あの会社には DM を送って、みたいな感じでこういろいろやってると、何もできないまま終わるかもしれないってなるので、じゃあそれを終わらせて今日も美味しいビールを飲むぞって、報酬を手に入れるために頑張るぞっていうモチベーションアップや意志力アップにつながるんですよ。要はいろんなことをして何か得ようっていう力が働いてモチベーションが高いっていうことなんですね。それが午後2時になってくると、なんとなくですけど、できることも限られてくる時間帯になってくるんですよ。あそこに電話入れたら、あっちの人にメールを打つ時間なくなるなとかね。あの勉強をしたら、算数をして、数学の勉強をしたら、まあ、国語をちょっと取り組む時間はないなみたいに、その数学で得られる知識が手に入るか手に入らないか、国語の知識が手に入るか手に入らないかとかっていうので、大体の検討もついてくるんですよ。で、これが手に入る、手に入らないって
DU どっちであったとしてももう決着がつくってゴールが分かってたとしたらモチベーションっていうのは下がってくるんですよ。だから目標なんかも達成した瞬間よりも達成するまでの方がモチベーション高かったりするんですよね。じゃあこの以上の違いから結論見ていくとね、モチベーションは脳が報酬に対してどのくらいの期待を持っているかで決まるっていうことが言えるというわけです。だ例えば何かっていうと、今日は夜ご飯が豪華な焼肉って分かってたらその日一日はやる気満々で仕事も勉強もするんですよ。ところが今日の夜ご飯は冷凍食品かなんて分かってたらその日一日はいつも通りのやる気になるわけなんですよね。まあ最近はね、美味しい冷凍食品も多いですから、あながちモチベーション下がるだけとは言い切れないかもしれないですけどね、そっちの方が好きっていう人もいると思いますから、はい。まあそれはいいとして、中には予想がつかない報酬に対してはやる気がめっちゃ上がるっていう話もあるんですよ。例えば、夕食が今日は焼肉よーっていうふうに分かってるよりも、今日は豪華な食事だから早く帰っておいでねって言われる方が、ファイト、マン、マン、よになるわけなんですよ。はい。ところが、この結論に対して、ちょっと待ったってね、言いたいところもあるんですよね。何かっていうと、結局、モチベーションが、限りあるんか無限なんかって決着ついてないやないかってね、もうこの動画を見ていただいている皆さん、ナイスツッコミありがとうございます。でモチベーションの浮き沈みの源泉っていうのは、まあ、報酬が手に入るかどうかっていうので決まる、これも間違いないんですよ。ところがそれは無限に湧き出るものなのかどうかっていうのは結局謎のままですよね。で個人的には、まあ、無限に湧き出るものではないとは思うんですけど、まあ、必要な時に必要なモチベーションを適宜引っ張り出せるということかと思います。だからモチベーションを上げようってするのではなくて、モチベーションを出そうってするんじゃなくて、モチベーションを上げるため、引き出すためのご褒美を用意してあげる方が、まあ、重要になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、なんかやる気出ないなって思うんだったら、短期的なものであれ、長期的なものであれ、皆さんがこれ手に入れたいなって思うご褒美をぜひご自身ご用意してみてください。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングをやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。